ありがとう。首を完全に抑え込むよ。パレロ、出なければこの子の寿命。こいつ一体。トチンチューリヒから離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、ナルト。うん、な黄色い線香だが、すぐ。よかった、ナルトに怪我はない。を使わされた。狙いはクシナ。引き出し、この葉を潰す。なんてと。瞬身の術。そのマーキングがお前の封印。港を遠ざけた。しかも出産で九尾の封印は弱まっている。ここなら安全だよ。ナルト、少し。キュービすごいな。渦巻き一族とはキュービの人中力だったお前だ。だが遅かったな。今は安全なところにいるよ。よかった。この葉へ向かう気よ。まあいい、俺たちはこれからこの葉に向かう。ナルトのそばに。ナルト。ありがとう。ありがとう。口寄せの術。あれは。三代目おかげさま。キュービが封印の保護に回るのじゃ。クシナの封印が。おのれキュービ、今こそ燃えたぎるパワーを解き放す。今すぐ連れ車に集まれ。なぜでしょう。先代様からの命令だ。今のうちにイン戦闘員は早く決まった。シト、キュービ。勝手な行動は慎め。イルゼン様のもとへ集合。おかげの名において里の家族を。以上の好き勝手は許さない。ここはやらせない。これだけの規模だと飛ばすところも慎重に選ばなきゃな。わしらも行くぞ。はっ。三代目様にすぐにでも行く。と触れた瞬間にな。引きずり込もうと。なんだあの術は。こいつも時空間忍術を使うのか。をやり過ごし、最高機密の結界をくぐり抜け、出産時名付け、そして木の葉の結界に引き打ち合う。そんなはずはない。彼は死んだ。さあ。だがなぜ木の葉を狙う。言うなら平和のためでもは実、そして危険な思想を併せ持つ。
もし俺が里へ飛べば、こいつもついてきて戦場が余計混乱する。悪はないはず。里のことは三代目を信じるしかない。すでにお前らに希望はない。つまり相打ちのタイミングしか狙えないということ。ナイルト、奴も長時間の戦闘は望んでいない。やられたよ。神出鬼没とはまさにこの。そうか、俺の体のどこかにマーキングを。お前のものでなくなった。さすが呼んだ。キュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る。お感じ、嘘で言っているんじゃない。四代目が来るまで足止めをかけろ。ゾウちゃんと母ちゃんがまだ戦ってんだ。若い世代はキュービに近づくな。どういうこと。これ勝手なこと言うな。しつけ。くれない。お前だ。せめてわしの孫となる子に火の意志を託せ。三代目様、口寄せの術。俺はこの世を滑る者。いくらわしでもこいつはそう抑えておけんで。これミナト。ジャクラがもう。私はまだやれるわ、ミナト。クシャ、このままキュービの復活時期を延ばすことができる。残り今までいろいろありがとう。してくれた、君の男にしてくれた。そんな顔しないで。私は嬉しいの。誕生日なんだから。何より幸せだってこと以外想像できないんだもん。あるとすれば、大きくなったナルトは。侵入する必要はないよ。その残り少ないチャルトに封印する。八卦封印に組み込んでね。そして封刃だ。でもあの術は術者が。それにもう一切れない。そして戦略的にもできない。君を道連れ。四季封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。お前が予言の子なのかもしれんの。え、何がです。その予言の子だ。ナルトに封印する。八卦が世界の変革のこと、そしてそれに伴って起きる災いのこと。奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのは人中力として未来を切り開いてくれる。まさかもう四季封刃だ。キュービの人中力として力をコントロールしようとしたとき、君が助けてあげた。
そんな重荷をナルトには背負わせたくない。封印。よし、あとは八卦封印だ。ここだ。これは父親でもできる役目だって言ったのに。ありがとう、クシナ。寄せの術。ゲロトラ、お前に封印式の鍵を渡す。その後すぐにジライア先生へ蔵入りしてくれ。確かに鍵は預かった。なら行くくんの。ナルト、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。ルト、夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。お母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いな。お酒は二十歳になってから。女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような人を見つけな。それと最近といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばに。そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って。愛してるよ、みんな。とごめん、私ばっかり。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。発見。